はい、ここは、室尾寺です。室尾寺、初めてでしたっけ？初めてです。一人でも初めて。はい。なんか感想を一言お願いします。じゃあ、彼の方から。はい。階段が非常に長くて、上まで登ると非常に辛かったです。はい。じゃあ、彼女の方も。すごく趣があって、紅葉も綺麗で最高でした。はい、ありがとうございます。まだこの後撮影続きますんでね。はい、本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、室尾寺と奈良公園での和装のロケーション撮影、じゃあ彼、感想一言どうぞ。はい、一日撮影は大変でしたけど、非常に満足のいける写真が撮れて感謝してます。撮れたかな。はい、今日中には多分 YouTube とかアップしますので、また見ておいてください。はいはい、じゃあ彼女、感想一言どうぞ。初めての和装ですごく緊張しましたが、綺麗な写真がたくさん撮れたかなと思います。ありがとうございます。はい、プレッシャーをバッチリ感じておりますが、後でちょっと見ましたね。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。ちょっと後ろの夕日も沈んじゃいましたけども、ね。